グッドグッドグッドバイオでございます。私のチャンネルでは映画を紹介いたしますので、じっくりご覧ください。今回の作品はこちら、人間失格、太宰治と3人の女たち、紹介します。この作品を簡単に要約すると、奥さんと3人の子供、宮沢りえさん、愛人が2人、1人は子供ができて、それは沢尻エリカさん、恋をしていないと書けない作家太宰治という人間を見事に演じきった小栗旬さん、監督は故蜷川幸雄さんのお嬢様の美香さんが務めております。映画というより舞台であったらもっとウケるんじゃないかと思うくらい綺麗で鮮明で美しい2時間楽しませてもらいました。沢尻エリカさんも体を張っていましたが、それよりも二階堂ふみさんはもっと体を張っていて、もう本当に腰を打ってるんじゃないかと思うくらいエロエロの要素が詰まっており、だもんで R15 指定になっているんだと私は感じました。評価はというと 3.5 ぐらいですね。もう一度見たいかと思うと割と厳しく判定した結果、このような 3.5 というものになりました。短い時間でしたが、ぜひこちらの映画おうち時間で見ていただくようにお願いします。ちなみに私は U-NEXT 最近契約して見ておりますので、大変いろんな映画ドラマも詰まっております。まあ漫画もアニメもありますので見ていきましょう。それではまたの機会に、グッバイ。